皆さんこんにちは、ドイツブレーメンに所属している大迫屋です。今世界中がコロナウイルスの影響で大変な状況になっています。その中でインターハイも中止になると聞きました。インターハイは僕も高校生の時一つの大きな目標だったのですごく残念です。みんなもインターハイを一つの目標にして大学やプロサッカー選手を目指している人や、ここを一つの区切りにして受験や自分のやりたいことに挑戦する人もいると思います。その目標を、今回こういうふうな形で失うっていうことは、すごく、ショックを、受けてるんだろうなと思います。まあ、ただみんなが目標に向かって努力してきたこと、チームで頑張ってきたことは、この先サッカーだけじゃなく、この先の人生で絶対にプラスになります。僕も高校生の時に努力したこと、その時の仲間は今でも力になってます。この先、まだまだいろんなことがあると思いますが、ここまで頑張ってきたみんなは何でも乗り越えられると信じてます。僕が今いるドイツでも、今は練習や試合ができない厳しい状況が続いていますが、この状況を前向きにみんなで乗り越えていきましょう。